我々が今目にしているのがまさにそのカプローナに違いない。地図にも記されず200年間忘れられていた島だ。何としても上陸地点を見つけて島に登ろう。このままだと死ぬだけだ。数ヶ月もの航海で艦内の食料も燃料も底をついていた。重火事2度。重火事2度。明かりが見える。通り抜けたぞ。これはまるで動物の見本市だな。我々はタイムカプセルで過去の世界に来たんだ。地球上の各時代の生物がほとんど全部揃っている。素晴らしい。壮観だ。まさに壮観だ。我々は食料と水を求めて島の奥に入ったが、そこでいきなりエンジンたちに襲われた。激しい戦いの末、我々はその幾人かを捕虜にした。このエンジンたちが言葉を持っているのを発見したのは女性生物学者のリサだった。エンジンの手引きで食料と石油を手に入れることができた我々は狂気した。石油があれば U ボートを動かしこの島を脱出することができるのだ。そんなある日、リサがエンジンにさらわれた。ブラッドレーと艦長たちを残して私が単身救出に向かった。その時、地軸を揺るがす大地震が起こり、噴火口から溶岩が噴出して島は灼熱の地獄となった。私はやっとのことでリサを助け出し U ボートに取って返したが、動いたぞ。脱出できる。待ってくれ。さようなら、リサさん。待って、頼む。ブラッドリー、さようなら、タイラー君。では、ごきげんよう。待って、頼む。待って、お願い。ブラッドリー、置いてかないでくれ。お願い。皆さんこんばんは。今夜こそ皆さんお家族でご覧なさいね。さあご覧になって飛び上がってびっくりなさること、あるいは飛び上がってびっくり喜ばれること、いろんないろんな、この今日のショーは見事な活動写真、映画の面白さですね。原作は江戸川ライス・バロー、ターザンの原作者、さあその冒険祈願ですね、それが映画になりました。さあどんな冒険か。そう、第一次大戦が終わった頃、そのクラシックもよく出てるんですね。見てますとまるで冒険祈願の科学画報の雑誌を見てるような面白さがありまして、そう、その面白さというのは映画のトリックがこれだけできるのか、これだけ撮影ができるのかいう面白さの他にお待ちかねのあの怪獣が出てきますね。大きな鳥が出てきますよ。あんまり言わん方がいいね。けどちょっとだけやっぱり言いましょうね。飛行艇をね襲う大きな鳥が出て、そのくちばしの長い大きなこと、その他ね、これも言わん方がいいけどちょっと言いましょうか。背中にね
剣のあるような大きな竜が出てまいりますよ。剣竜というんです。いやらしいですね。そういうのがいっぱい出てきますけれど、これ以上言わん方がいいです。皆さん飛び上がってびっくりしてください。さあ最後にいよいよなんちゃ車力神戸でしょうか、あのドクロというんですか、あの大きな人の骸骨の頭のようなお城があるんです。大きなお城、その中から出てくるまあ剣族 一族一郎と怖いですね。皆さんご覧になって、こんな連中が来るのかとびっくりなさいますけれども、それがまたいかにも面白いんですよ。さあこれで今日の映画の中身をちらっと言いましたね。監督がケビン・コーナー、このケビン・コーナーはこの前の恐竜の島もこの人でしたね。だからもういかにもうまい。その他ジョン・ウェンの息子のパトリック・ウェンも出て、まだもろ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 出てまいりますが、この映画の狙いはすごいトリック、すごいこの怪物の出方ですね。さあじっくり今夜はびっくりして楽しんでくださいね。これは1977年の自慢のアメリカ映画ですよ。はい、また後で会いましょう。はい、そもそもこういう恐竜が出てきたのは1909年カツー写真が始まった頃、明治42年、古いでしょ。はい、アニメーションなんです。ちょっと見せてごらんなさい。これですね、恐竜ガーテと言いましてね、これが初めて出てきた映画の中の恐竜です。はい、ありがとうございました。それからこれを人間でどうしてもやりたい、人間で本当にどうしてもやりたいので、とうとうサイレントの頃、1925年、大正14年ですね、ロストワールド、ちょっと写真見てください。こういうわけで、こういう形で竜と竜というのが喧嘩する、あの怪獣が喧嘩するとこ見せました。はい、写真ありがとう。というわけでサイレントの頃にこんな映画が出た、そして映画の初期にこんな恐竜が出たというので、恐竜とか怪獣というのはまあ映画の本当の魅力ですね。けどロストワールドの頃はサイレント、今は陶器だから、うわーという声が入っていよいよ効果を出しますよ。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。犯罪都市ニューヨーク、孤独なはぐれ刑事の怒りが大都会の闇を引き裂いた。名優ロバート・デュバル主演、凄絶なポリスアクション、バッジ373。職務に忠実なあまり職を解かれ、かつての相棒を殺されたはぐれデカが掴んだ秘密、陰で糸を引くのは誰か、そして事件は意外な展開へと。ダーティーハリー、フレンチコネクションをもしのぐポリスアクションの傑作、バッジ373。推しは俺が推す。それでは次週をお楽しみください。さよなら、さよなら、さよなら。